んばんは。
すいません、ここでクイズを。ゾウさんは英語で何て言いますか？エレファント。自分で言ってんじゃん。キリンは英語で何て言いますか？これちょっと難しいよ。イエス、ジラフ。なんつったん、なんつったん。ロングネック、ロングネックビーフ。いいね、ストライプなんかも言ってください。かっこいいね、ロングネックビーフ。なら次の曲です、ロングネックビーフ。次の曲です、ロングネックビーフ。絶対バカだね。次はうちらの、あ、でもさ、ちょっとその前にそう、みんなにも言ってないことが一つあって、今日今発表するんですけど、昨日リハーサルだったんですよ。首を痛めてるんですよ、僕今。これね、まあさっきのブルゾンでも言いました、僕今43なんですけど、こうね、40超えてくるとこうびっくりするところでこう怪我をして、でぎっくり腰をビキってやった時に、あの、あ、気をつけなきゃと思って生きてきて、ね、それまではピキッ、あ、ダメ、ピキッ、あ、ピキッだったんだけど、昨日なんともなかったのに帰ったらさ、首がすごい痛いんだよね。これは気をつけなきゃいけないよ、本当に大事だよ。もうリュウ、そういう、それをね、ちょっと気をつけていこうねっていう話で。クイズ、年の差なんて。カバー、カバー、バカ、バカ。正解はヒポポタムス。ヒポ。うちのリズム隊、舐めちゃいけないよ。これが曲に入るけど、カウント取らないから。カウント取らないで2人一気に入るから。見といて。
ここまでございます。つなぎが大事です。おお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 お
好きで、まさくんはボーカルをやりたかったんだよね。僕はさ、ギター弾いてみたかったんだよね。ありがたいよね。巡り合いってありがたいよね。一番最初に言い終わらせした。あの一番最初の歌詞が、あの Yo! My name is Masa! Zeta on the Goro Taka のフロントマン and DJ っていうやつなんですけど、まあ、それでもその中でも言うんですけど、彼は沖縄生まれ東京育ちで豊岡に愛する人のために来ました。調子乗っちゃってで、僕も鹿児島生まれロックンロール育ち、豊岡に愛を求めて嫁さんのもとへ婿に来ましたっていう感じの歌だから、 身につけて、あの1人が覚えたら2人へ、2人から4人へってこのネズミ公式に増やしていてください。Oh, oh, 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 oh
あ、じゃあ観測隊長お願いします。ちょっと捨てないのがあるのみたいな。タッチ漏れ漏れタッチ。じゃあ、ナベさん発表してください。24人イエーイ。マリコー兼リーダー高橋くん、そしてマサでした。